軍人。見つけた。
してあげようかしら。相手は誰？これでお姉様に少しは近づけたかしら。もう少しのはずなんだけど、まあいいわ。少し休憩してから行きましょう。お、そこの君たち、ちょっといいかな。向こう、お兄さんもしかしてナンパ？けどごめんね。全世界70億人の画面の前のお友達のためにもお受けできないんだ。私のファンってモブとはいえ男の人と話すだけでも嫉妬しちゃう純粋な人たちばっかりだからさ。いえ、ナンパとかじゃなく、ただちょっと話を聞いてもらいたいだけなんです。お話です？ええ、あなたたちは魔王ユニミテスをご存知ですか？ユミニテス？いえ、ユニミテスです。魔王ユミニテスね。魔王なんて私は初めて聞いたけど、コンパは知ってる？だからユニミテスですからね。ユニミテス。私もバルサミコスさんなんていう魔王さんは知らないです。いや、あんた絶対わざとでしょ。もはやミとスしか合ってないよ。それでその魔王さんの使いが私たちに何の用です？ええ、実は僕ユニミテスの使いといいまして、魔王様の布教をしているんです。だいぶ遠回りしてしまいましたが、今日はお嬢さんたちに魔王ユニミテス様の良さを知ってもらおうと声をかけたんです。うさんくさいわね。残念だけど諦めてちょうだい。私たちは魔王を言うなんとかなんて興味ないし、ちゃんと信仰している女神様がいるわ。はいです、私はパープルハート様を信仰しているです。あれ、そういえばネプネプはどうなんですか？私が信仰するって言ったらもちろん私なんちゃって。いや、恥ずかしい。ナルシストって思われちゃうかも。あれ、もしかして滑っちゃった？
まあまあ、そんな魔王様を邪険にしないで。楽しいよ、魔王崇拝。いや、邪険にしているのはあなたなんだけど。そうだ、ここで会ったのもきっと魔王様のお導きのおかげ。君たちには特別にこの魔王ユニミテスグッズセットをあげよう。いや、私たちそんなのいらないから。そう言わずに受け取ってよ。便利な日常品だって入っているんだよ。例えばこの魔王印のマグカップは職場や学校でも使えるシンプルデザイン。このマグカップで飲むコーヒーは格別さ。そして魔王様のシルエットが印刷された油取り紙は思春期の少年少女には必需品。さらに豪華イラストレーター陣が自分たちのイメージする魔王様を描いた魔王ユニミテストレカのボックスセット。そしてそのカード用に書き下ろしたイラストを一冊にまとめた薄い本は全年齢対象だから子供でも安心して見れるよ。でもって一番の売りはこの魔王様のシチュエーション音楽ディスク。添い寝やお風呂、ゲームをしたり魔王様とのいろんなシチュエーションを60分も楽しめるんだ。もちろんダミーなんとかマイクっていう人の頭の形をした高いマイクで収録してるから臨場感抜群。いつでも魔王様をそばに感じられる超お得な一枚さ。ちなみに今各大陸の魔王様公式ショップで買い物をするとスタンプがたまるんだけど、なんとそのスタンプカードをすべて埋めると魔王様の等身大抱き枕と引き換えることができるんだ。ちょっとモブキャラのくせにセリフ多すぎ。てか私以上に長セリフを喋るなんてずるい。プロデューサーに訴えるよ。まあまあ、僕なんかこれくらいしか出番がないんだし、ちょっとくらい多めに見てよ。缶バッジもつけるからさ。缶バッジどころか、こんなの全部いらないわよ。ただより高いものはないっておじいちゃんも言っていたです。だから返すです。僕からの気持ちだからぜひ受け取ってよ。それじゃあ僕は次の勧誘があるからこれで。どうすんのよこれ。さすがに捨てていくわけにもいかないですから、お持ち帰りですね。はあ、なんでこうも変なのに絡まれなきゃいけないのかしら。で、ネプコは何してるの。せっかくもらったんだし、休憩ついでにどんなのがあるか見てみようかと思って。おお、これが噂のダミーなんとかマイクを使った誰得シチュエーションだね。って、あれあれ？どうしたんです？ネプネプ。このディスク見てよ。なんかモンスターが出てくるあのディスクに似てない？なんですって？ネプコ、ちょっと貸して。わわ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 、なんか光り出しちゃっ、私とアイちゃんの紙袋の中も光り出したです。あの男、騙したわね。早くこいつら片付けて教会に報告に戻りましょう。こんなのが街中でばらまかれたら大惨事よ。手加減はしないわ。相手は誰か。これはゴー。待ってました。相手は誰。確実に仕留めるよ。2度目の番だね。待ってました。相
相手は誰？いや、この程度か。だいぶ手こずったわね。次のが出てこないうちにさっさと破壊しておきましょう。